は、りーちゃんです。ちょっとこれ下げるか。いい感じ？人がゴミだ。一言目それかい。はい、正解はアンリさんでした。ね、ちょっとやっぱおかしいわ。何が？ここが爪たまねする前にそういうの選んでよ。違う違う、なんかさ、じゃあ、ふと思ったふと思ったね。みんな絶対おかしい。はい、正解はりさこでした。やっぱりさこ背が高いけ、頭が座高がやばい。座高が、頭が高い。座高、頭がどっか行くし。でも大丈夫、こうすれば。はい、はい、りさこでした。正解はよいしょ、ゴミです。だってもうみんなゴミ、みんなゴミとか言うけ、そうやって。よいしょ、はい、じゃんじゃん。ふんふん、さっきさ、マジでチーク濃すぎてさ、うん、入ってきた瞬間、ね、えって思ってさ、全然わかってない。ほら、そうだね、全然わかんないね。光がだって、あんなのとかほらいつもと一緒じゃんね、うん、こんなにあれなの、ね、光が飛んでる。そう、今日はリサは病院に行ったみたいです。イエーイ。いや、あんま変わってないよね。ないよね。ちょっとピンクはお預けしたい。お預けしたの昨日と、うん、でもなんか、うん、ダメって言われたの、まあ、うん、ダメって言われた。でもなんかここだけ生やすとかはいいかもしれない、うん、なんかエクステつけるみたいな、ピンクの。ああ。まあ楽しみにしてて。そしたらだって、みんなみんな黒が好きでしょ。ね、分かったね。こっちの椅子にさ、リサ君が来て。そう、あ、でも消え、大丈夫か、見える、見える、うん、待って、はい、うん、そしてね、まあ、うん、今日はなんかすごい、何の撮影みたいな。楽しみにしてるよとか言われてんですけど、あの、すいません、撮影なんてしてません。撮影なんてしてません。ほんとすいませんね、期待しちゃった皆さん。何人かはなんかちょっと騙されてたみたいで、何人か騙されてたみたいで、あの、すいませんでした。はい、撮影じゃないです。あの、遊んでました。りーちゃんが今日アンの髪やってくれたり、そう、ヘアメイクやってくれて、スタイリストさんやってくれて、カメラ回してくれてね、うん、撮影普通にしてたんですよ。どうでしたか、普通にっていうだけの話なんで、うん、みんな勘違いしないで。そう、普通に撮影じゃないよ、僕撮ってちょっとやってみただけ。そう、すごくない？そう、りーちゃんが全部やったの。好評で嬉しい。だったー、そのネタバラシでした。すごいって、リサすごい。え、こんなにさ、すごいとか言われんけん、嬉しい。珍しくない？だってさ、え、撮影じゃなかったの。え、なんか僕の、私のなんかイメージはなんか、うん、結構ね、いろいろなんか思ったけど、アンナが結構ね、あのアイメイクとかはアンナがもうやってたから、うん、それが結構ピンク目だったのね、うん、だからそれを可愛い系じゃない、やっぱピンクって。だから大人よりも可愛いさ、なんか雑誌のさ、雑誌の名前は言っていいよね、うんうん、なんかラルームみたいな感じっぽくない？なんかぬいぐるみ持って、すごいね、チークをめっちゃ今日は入れたんだよね。 それもね、結構上の方にねやるっていう。あとね、そう、そういうメイクにしました。かわいい。そう、髪もリサが巻いてくれたの。だって今までは、てかさ、今までさ、そうだよ、え、どうしたん今思ったけど。そう、だって子役の時とかアンが逆にリサの髪巻いてて、リサ自分で巻いたらカクカクに巻きよったのに、そう、なんか向きをさ分かんなかった。めっちゃ上手に巻いてくれててびっくりした。やばくない？成長。そう、ラルムかと思ってた。嬉しい。全然違います。そんな人じゃ、かわいいよね、そんな人間じゃないんで、すいませんね。覚醒したよね。そう、でもこれね、おろしバージョンも撮ったんだよね。うん、そう。でも私的にはおろしよりもツインが可愛い言ってくれたから、先にツインに、うん、先にね、ツイン乗せた。
すごいでしょ、みんな嬉しい。メイクはなんかいつもよりちょっと濃いめにして、めっちゃピンクとかを目の下とか入れて、チークもめっちゃピンクにして、リップも濃くしました。イエーイ。そう、握手会の情報が詳細解禁された。なんだ握手会って。あれじゃない、レンとか。あ、レン、すごくない？スキルアップしたでしょ。イエーイ、イエーイ。やばいよねっていう話。だからすごいなんかいろいろね、変わるなって思った、メイクとかで、ね、こんななんかあんまめっちゃピンクっていう、ここまで前髪こんな薄くしてやったこととかなかったけん ね。うん、そう、なんかいつもリプもらってない方からとかリプ来て、ね、えって感じだったね。そう、びっくりしたから嬉しかったです。ありがとうございます。すごくない？上手くなったでしょみんな。イエーイ。じゃあ今度リーちゃんもなんかしようよ、うん、次は何系にする？何系になりたい？リサは何なんだろうね。どっちかといったらリサはいつもさ、こっち系やん、うん、ふわふわ系やん、うん、なんだろうな。リサでも大人になれないんだよね。なんかあんね、リボンを一緒に編み込んだ編み込みして、うん、ふわふわのやつがすごい好きでやりたい。やってもらいたい、ね、編み込みとかなかなか自分で ね難しそう。確かにやばいよね。イエーイ、イエーイって感じです。あ、今日ピンクエンジェルの握手会だったんでしょ。そうだね。どうだった？ナータンからも LINE 来たもん。ツイッターの写真めっちゃいいってね、ナータンが LINE わざわざしてきてくれたよ。やば。そう、なんちゃって、まあ、みんな撮影と思ってね、スケジュールを見たことだろう。そうそうそう、いおりさんとかなんかあれ今日何の撮影なんだろうって思ってスケジュールを見たら別に何も書いてなかったここに現れたって言っとった。やばいよね。そう、面白、絶対見たよみんな。ありがとうリサだって嬉しい。そう、アンナのね、アンナがみんな可愛い。そう、アンナのファンの方はすごいリサにありがとうって言ってる。嬉しい、ありがとう。みんなリサのなんちゃってボブ見たいって。え、可愛くないよボブなんか、マジでこんなんだもん。でもリサさ、うん、めっちゃなんか黒に戻ったよね。そうだよ、結構ね、結構黒戻っちゃいました。可愛い。今日ね、あれ載せたやんな、ストーリーにな、うん、え、なんで見てんの？ストーリーあったじゃんさっき。いや恥ずかしいじゃん。見てたじゃんこの前。この間はね、うん、ね、リサいるやないか。いるよ、いるよ。みんなリサと思ってないよね。みんな基本リサ多めだけどね。でもすごい久しぶりよ。え、ね、そう。いや、んやったやん、あの一回めっちゃやりよった時期あったやん。あのでも鍋とかしよった。今年入ってはなくない？やったじゃん。あ、でももう3月か。待って待って、この前やったばっかじゃん。もう覚えてる。え、鍋したりしたじゃんえ、鍋あんしたよとかの時にめっちゃやったじゃん。なんかリサ、マイカとかヨリとかノンノとか。ああそういう系をしたわ。でも2人でもやったじゃんその時。あ、でもなんか結局アンリさんになってずっと人が多かったけど、なんか2人でめっちゃやった感めっちゃなかった。ここでここの部屋では久々って感じ、うん、だよね、うん、記憶のどこか行っちゃったね。うん、飛んでったポンって。違う、今リサ子の方がちょっと高い椅子に座ってるの、うん、だからだと思う。でかいでしょ、巨大化、巨人ではないけど巨人です。あれだな、めっちゃ発光してない気のせい？ねえ、それ思ったよね。なんかさ、前よりもさ、違う、見て、悪くない？あ、アンナの配信いつも良いよね。なんかね、場所による、多分下げたからか。場所か、ほら、こんぐらいに行ったらさ、あんま光らんくない？確かにっていう話だ。イエーイ。うん、進撃のリサって感じ。どこがやねん、それで進撃って言わんで。伸びたんだよ、背伸びたよ。じゃあさ、もっと背高い人どうしたらいい？新進撃じゃん。ほんとじゃんねまあ新進撃いるよそういう人も。喉が乾燥してもやばい。じゃあ水を飲もう、うん、あっち、あ、ないんだね。ね、ストレート、ストレート、おろしバージョンとどっちがいいかな。絶対ツインがいい。どっちがいいと思うみんな。でも絶対ツインって言うよね、うん、みんな。
そりゃそうだ。え、本当巻き方さ、めっちゃ上手。可愛くない？うん、すごい上手。ふんわりふんわり。ここあのポイントは、うん、まずまあ緩く結ぶか、なんかさ、まあライブとかはね、やっぱどうしても崩れちゃうから、ね、うん、ギュッてやるけど、なんかまあでもできるとしたら怖くぐらいだよね、うん、で耳握手とか怖く、あーそっか、そんぐらいか。そう、こう緩く結んで、そしてここのここをね結構出す、横の毛を、そこはポイント。でもリサはこういうゆるふわ系がめっちゃ似合うタイプで、でもアンはあんまね普段もせんけんね、うんうん、ここだけやんね、うん、絶対いつもさきちってシーンするときもさやるけん。確かに、そう、うん、怖くでね、ね、いけそうじゃない、うん、怖いよ、やるね。はい、リサもチンする？うん、いや、せんの？これ、うん、はぁ、せんのかい？そう、まあ気分が量多い、いやでもあん量少ないって言われるんだよね、これでも。いや少ないっていうか、なんかまあ普通だったって、ね、うん、なんかでもあんはこれでも好きたいんだけど、なんかまだ好かなくて大丈夫って言われるから、なんか好くと結構パーパーが出てくるらしい。そうそうそう、ね、だから本当はもっと好きたいんだって。もういいよ。今日空いた？今日はね、空いてない。空いてない。枝毛を切った。あんもさ普通に切ってもっと好きたい、もう増えちゃった。やっぱね、髪ってなんかバランスだよね、うん、難しいよね。うん、ハンちゃんほうき作っていいですか？髪の毛で吐く。リサ髪ピンクにしようとした。はい、オッケー。出なかった人ここにいます。どまーい。こそってやってやろうと思ったのに。どまーい。残念でした。そんな勇気はないでしょ。え、でも本当になんかやろうって思ったのね。うん、でもね、昨日定期公演だったんですよね、うん、定期公演の時に あの言ったの、うん、もう一回写真を見せてね、なんか、うん、まあ、ピンクっていうとほらやっぱりすごい、まあ、イメージってすごいじゃん、うん、まあまあピンクはピンクだったけどね、毛先が、ね、でも結構ほら可愛かったじゃん、可愛かったよ、ラベンダーピンクみたいな感じで、うん、そうね、紫系のねそう、それをしたいなって思ったけど、うん、なんかダメよみたいな感じだったから、やめてねって言われたな。そう、まあ確かに5枚目のね、こう、まあ、発売が近いのもあるし、まあ、これからどんどん MV とかも公開されたりとか、あとはまあいろいろフィフスのこう期間に入っていくじゃん善悪とかも入るから、そうですね、だから、まあ、一旦ねやめてくれとね。そうだから、まあやるとしたらフィフス終わり、はい、終わりがらへん、それは分かんないですけど、ね、でもそうすると長いんだよね。はい、まあその次のやっぱ今回もさ、フォースからフィフスって結構空いたじゃんみんな、うん、いつぐらい空いたんだっけな、うん、半年、え、そんな空いた？半年は空いてない、うん、あれフォース何月だったんだろうね、うん、記憶にないね、ない。9月6日しかちょっとあんま覚えてないかもしれない、うん、いつ空いたっけな。でも結構空いて10月17、半年も空いたのかな。10、11、12、でも10月ぐらいだったんかな、じゃあ3、そうだよ、10、え、6ヶ月空いたん、半年空いてるんだって。ほらやっぱってことは半年間空くんだよ、そんな空いたんだって考えたら、そんなに空いたらもうピンクやばいじゃん、めっちゃやるじゃんね、そんな、うん、まあまあ、うん、まあやってこう。お誕生日だって、誰かが。リオちゃん、リオさん、リオちゃん、ハッピーバースデー、誕生日おめでとうございます。アンナの愛用作文する。あ、そうね。聞こう聞こう、生で聞くよ。どうぞ。じゃあ、おうやって。え、無理だよ。なんで、なんで、え、そんなんいいやって、なんでもいい、適当でいいよ。じゃあ、アンナっぽくね。あんなっぽく、あんな適当にしか言わんよ。うん、よかった。いい、なんかどういう系で来るか分かんじゃんね。こういうなんかあれみたいな、ラジオの方な。そうそう、絶対噛み合わんやん、ね、何でもいい何でもいい、何でも考えてて思いついたもの言って。おとかないじゃんね、ゃ世界に。おなんかもう溢れとる、ないやん、はい、りょうちゃんのリーリコーダーは吹けますか。りょうちゃんのおーおもちもちもち。
終わり。はい、はい、オッケーです。お餅食べてね。はい、お餅は美味しいよ。リコーダー吹けるかな。お餅食べてね。おめでとう。こうね、交互に。チュルチュル。あ、うん、口が大変や。お忙しいですね。確かに落とし前やん。うん、でも嫌やん、言いたくないやん、自分のこと。そう、うん、言わんやん普通ね、うん、っていう感じでございます。だそうです。今日は特別編でした。はい、共同作業しました。え、あのラジオめっちゃ面白かったね。本当にさ、怖い。あれは緊張ね。何来るか分からんもんね。うん、アンナめちゃくちゃ自分の名前使うのに。そうなの。確かにオスがある。あ、オスとか言うけど、オだ。え、オス、オスだけ。いや、オス、オス、アンナだよっていう。なんだ。オの時、うんがアンナのうんとかあるじゃん。うん、うーん、好きじゃけーとか。うーん、擬音系多めな感じのやつね。うーんから始まる。面白い。そう、困ったら好きじゃけん入れる。まあね、そういう方式でやらせていただいております。まあ、うん、いただいておりますよ。意味があるのでちゃんと、うん、今日配信はこれです。 Now リサ Now って感じよ。 Now Una Now Una。 レコーダーが吹けながらお餅食べるって喉詰まらないように気をつけてね。本当に気をつけてね。マジでさ、喉柄なんだけど。喉柄の極み、極みの極み。じゃあなんか飲みな。水とかさ。そうだね。心配されてる？知ってるよ。マジで今日発酵するね。うん。発酵なんて嫌いだ。嫌いな。嫌いだ。森さん人形でいたいよね、こうやって。何も喋らんわ。ちょっとなんか喋って。続く沈黙。続く沈黙。ただ僕の鼓動だけが。一生このまで行くよ。ただ僕の鼓動だけが響いてるね。響いてる。終わりかい。マニアックなんじゃ。ここ結構ね、マニアックじゃの。いつも隣だから、よくあの隣、なんか隣ってさ視界に入るじゃん、うん、だからそうやって動いてるなって。自分の前におったりする人のこととかさ、結構ね、結構わかるよね、視界に入る。ただ僕の鼓動だけが響いてる。ちょっとあのなんかスローモーションのとこがいい。なんか響いてるって聞こえてる。まあ実際こんな余裕ないけどね、その後。けどまあそういうね、そういうね、いいかなっていう。そこは大事よ。今回さ、今回っていうか今月からさ、うん、まあ、定期あったじゃんか。次さ、うん、ラグーナに公演あるじゃんか。うん、2部あるじゃん。で、2回ライブあるじゃん、うん、で銀があるじゃん、うん、大分あるじゃん、うん、でいっぱいあるよ4月も、うんうん、じゃけこれいっぱい聴けるね。そうだよ、響いてる。だからワンハーフでなければ響いん、そっか、響いてる、うん、確かに2番のとこなので。そうだ、2番響いてるわ。じゃあしっかりそこ見、翔子のとこ見てください、うん、響いてる。キャラちゃんのとこは難しい。なんか物による、物による、うん、なんか意外、なんかダンスのモノマネするの初めてじゃない？本当に？うん、そんなせんくない。アンナのマネは難しい。ダンス特に。あそこしかわからん。僕のこのドキドキがバレないように。これでもさ、こうだったよね、うん、そんな一年のクリスマスはよ、12月24日。あの時も、ね、あの時疑問じゃなかった、クリスマス後なのにな。ちょっと思った。思ってたんだよな。でも24なんだなってみんな思ったよな、あの時な。25なんやんと思って。そう、12月クリスマスワンっていう振りなんですけどね。クリスマスワンってね、うん、2人でタピオカ飲んで。美味しいよね、タピオカ。 あるよね、タピオカ、うん、あれどうやって作ればいいか分からん。茹でるだけよ。なんか絶対失敗する。いやいや、茹でるだけ。
茹ですぎて分数回もうぺっちゃんこみたいな、分数書いてあんねん、その通りにやればいいねん。でもさ、あれティーガーさないと美味しくないよね、うん、でもカルピスとかでも入れてもいい、うん、あるよね最近、うん、アイスとかパンケーキとかに乗ってるやつ、なんかできるらしいよ、もうちょっと、あーらしいね、イエイ、言ってた、見た、イエイイエイ、MC のつかみは人がゴミだ、やめてダメだよ、そんなこと言っちゃう、人がゴミだって言ってさ、 MC はけてよ、ゴミ最悪なんかさ前、あ、いいじゃん、なんかさ、コンサートでさ、うん、キアラがさ一人残ってさ、うん、デュクシやったじゃんか、今回さリサ残しにしてさ、ね、右側の人人がゴミだ左側の人マジ人がゴミだ、全員人がゴミだって言ってさ、バイバイはけてさ、面白くないでもさ次の曲が可愛かったらしんどくない、次の、あ、でもどっちでもいいのか、別に暗転するならね、うん、人がゴミだってイエイって言ったら面白くない、うんうん、喜んで喜んで、言われたいらしいわ、でも嘘やろ、人がゴミだってゴミって言われたいの、うん、人が人ゴミって言いたいんだよね本当はね、うん、人ゴミのことをね、この子は人がゴミだっていつも言うんですよ、そう、あれ多いです、何回突っ込んだ、竹下通り、竹下通りですぐ言う、次聞いてください、この前2人でそのアイス食べに行った時に2人で、いや自分から言ったやん今竹下通りって思い出したね、うん、なんかめっちゃ人多かったんですよ、土曜日、日曜日かなあれ、あーそうだね、土日で、うん、休日だった、なんかもうめっちゃ人多くって、で2人でもうずっとこうやって歩きよったら、もうなんかはぐれそうだったもんね、本当に、もうなんかもう基本でも2人で行ったら結構手つなぐやつ、うん、そうだね、もうなんかあとちょっとねこう縦になったり、うん、こうやって歩くよ、ね、こうやって歩くんですよ、まあでなんかそうやって歩いてたらもう絶対にこう、うん、うちら友達ってわかるじゃないですか、うん、周りから見て、うん、なのに結構でかい声で竹下通りって人がゴミだとかって言い出して、あ、うん、あもうびっくりして、ね、本当にやめてみたいなマジでもうなんか友達って隣におるのも恥ずかしくなるような本当にやめてって言って、でそしたらいやっはっはって笑うんですよ、だからそれもね本当にやめてって言ってもうね、もうめっちゃ面白かった、いやマジでやばかった、人が違う、人がゴミだまで 言ってその後にまためっちゃ笑うけ、結構ガチトーンでやったよね、うん、なんか人がゴミだみたいな、笑いもでかいからさ、もうみんななんか見たよね隣の人見られたもん、本当にやめてほしいマジ見られた、あとこうやん顔向けでさ、顔をさアンの手にうずめてくるのアンが言ったみたいになるけんさ、ちょっとその後さもっとやってないけどさひどい人ね、これで人がゴミだねえ何言ってんのもうねえ最悪ねえほんま最悪、もうそんなことした日にはもう知らんけんまずリッサーの笑い声、セミがマジ世界で一番うるさいそれはないよ、もっとでかいやついるよ、絶対もうギネス記録登録みたいな、めっちゃおもろい今のめっちゃおもろいね、なんかさあるもん、なんかしたことあるよ、なんか高校の時くらいの時にさなんやっけ、なんか多分それも恥ずかしいことよ、なんか結構街中とかで、ね、恥ずかしいことした、あ違う、でっかい笑いをしたんだ普通に、そしたらなんか隣にいた子になんかもうちょっとなんか何うるさいよとか言った自分なのに最悪そうそうやばい、あ被害に遭いそうなんだけどやば、被害に遭いそう、あイヤホンの方お耳が痛いので黙ります、人形に、人形になります、人形にすぐ人形、はい、人がゴミだ、もう何言った人がゴミだね、ね違う、そんな可愛い声で言っちゃう、人がゴミだ人がゴミだ、結構あのお腹からね、なんか可愛いって言うとさ、ね、やめようもうこの話もういいよ、本当はゴミのヨーダだからね、ヨーダも大事よ、人がゴミのヨーダってこと、でもリサ普通に人がゴミだって言わない、言わない、人ゴミって言うんだよそういうの、人ゴミ、うん、人ゴミと人ゴミに、人ゴミだよ、人混みがとか、人混みって言葉を使う、人混みに行くのが嫌だなとか、人混みが好きじゃない人も多いなとかあいっぱいありますよ、やばいよマジで、はい、人間はねゴミじゃない、人間みんな平等、大切な生き物なんで
大事にしてください。あなたも大好きインセクト、うん、あなたも人間ですから。わかりましたか、ね、みんなゴミ、はい、みんなゴミ、はいじゃないあんなもゴミ、間違えた、ノー、もうみんな捨てないで私のこと、ほらあんなに教えられて、そうだね、あんなに教えられてんだよ今、やばくない、やばくねえし、あの東方シネマみたいな映画になっちゃった、映画になっちゃったそれ新しい、初めて言われたわ言われたけど、なんかそこまで言われたの面白いね、面白くねえよ、なんでそんなに、あ明日も仕事一緒だね、うん、イエイ、そうなんでイエイってやって、こんな感じよ、イエイ、そうなのかな、ね、ありがとう、明日はこれと一緒っす、これとこれってものじゃねえよゴミだろゴミと一緒、ゴミついてきます、ゴミリサゴミになったじゃん、トゥモローも、トゥモローも一緒なんですよ、みんなゴミなのね、エブリデイ一緒じゃね、うん、それはないけどね、なんでそういうことやん、だって昨日も一緒におったじゃん、今日も一緒じゃん、じゃあ明日もじゃん、明後日もじゃん、リサね、記憶がなくなるんだよ、昨日のことぐらいしたっけって思ったら、さっき昨日さ定期公演って自分で言ったやん、その前の日は覚えてない、その前も覚えてない、リサちゃんパソコンできるの、リサはできないよ、なんか遅い、遅そう、うん、そう、もっち遅い、うん、遅そう、うん、握手会行ってもゴミって言わないでね、だって、じゃあ言われた人は言ってって言って、そう言ってって言って、そんなね来た瞬間人がゴミだとか言わないと思うから、ありがとう人がゴミだバイバイ最悪えっやば、今日もリサって感じだって、本当にそう頑張ってるよ、リサも生きてる、リサちゃんアイドルでよかったな、だってどういうこと、どういうこと、一般人だってやばかったかなでもリサ普通に言ってたから、全然あのこうイコラが入る前もずっと言ってた、そういうこと、だから全然あのだって、あでも社会で言うとやばいかもね、マジで、うん、だいぶやばいと思うよ、考えたらやばいと思うよね、まあ、自分もか、あんのかそうだ、ヤバミンゴだよ、普通にさ会社とかでさ、うん、あの東方からお越しくださりありがとうございますとかでさ超真面目な会議とかで言うとそうだよ、そうだ、大爆笑じゃない、ね、やばくない、笑えんくない、まださだってコンサートとかだけさでさ、なんかまあそういうなんかキャラみたいな、まあね、面白いみたいになってるけどさ、いじられてるけどさ、うん、ガチモンのさ、うん、会議とかでさ、うん、本日は東方から来てくださり、それマジで誠にありがとうございますとかって読んだらさ爆笑じゃない、結構やばい、ね、確かにやっぱうちらはこういう、うん、世界にまだいてだ、ね、セーフだったのかもしれないね、こういうことやってもまだ許してもらえる世界にいて、うん、よかった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 、うん、イエッ、首だって、そうです、原宿で人がゴミだって叫ぶ人は首をありがとう人がゴミだ、もういいけん気合い入れて言ってくれんでいいよ、面白い、みんな遠足遠距離は読めるよ、遠距離を遠距離って言ったらやばくない、うん、だって遠距離ってさそういう何あれじゃん、曲名とかでもあるじゃん、遠距離ポスターとか、そう、それがやっぱ一番出てきましたね、遠距離ポスター、はい、うん、話聞いてるよ、まあいつもこんな感じよ、うん、うちら、いや、いや、でもうちらと本当に優柔不断なんですよ、お互い、マジでやばいよね、どっちもがめっちゃ優柔不断、ね、うん、どっちともよくないみたいなよね、うん、本当にどっちでもいいもんね、いつもでじゃあなんか2択になったら、アンがじゃんけんで勝ったらこっちにしよう、リサがじゃんけんで勝ったらこっちにしようって言って、うん、なんか神様に決めてもらうんです、そうよね、でも結局間違いはないよね、どっちもね、うんうん、でも本当に迷うよね、この前もアイスにするかクレープにするかで、ね、マジで何分間もね、めっちゃ悩んだね、悩んでじゃんけんして決めた、可愛、うんうんうん、かった、そう、あのアイスクリーム、みんなそう、本当にね2人ともね、なんかこういうことに対して優柔不断で、もうどっちも良かったもんな、あれもクレープも食べた、どっちも食べたかったね、そう、食に対してさ、うん、うちらはさどっちでもいいと思っちゃうんだよね、うん、なんか服とかはそうでもなくない、うん、いらない、いるってなるけどさ、うん、でもさ食になったらね、本当にマジで、そうだよ、そんな感じ、クレープにするかアイスにするかで、そのクレープ屋さんとアイス屋さんの中間で2人でずっと話し合ってた、
そう。でもどっちでもいいしか結局出てこんへんねんな。うん、結局なんかどっちでもいいっぽいよ。そうそう、りさちゃん方向間違えたね。そうなんですよ。あ、やばいよね。ね、本当に超自信満々にさ、なんかさ、私思うよ。なんかさ、世界ってつながってるじゃん。つながってるけど、そう、道もつながってると思うの。でもさ、りさちゃんあれ、あの時真逆に言ってたこと覚えてる。しかもさ、なんか二人ね、マジ足疲れたよね。ほんま疲れた。死んだって思ったもんね。疲れたよね。めっちゃ歩いたしね。30分以上歩いたもんね。うん、あれはダイエットになった。そう。なんか原宿まで行きたかったんですよ、うん、でなんかあ、でもこっちに何だっけ、神宮前みたいな、なんか、うん、のがあったから、まあ、とりあえずそっち方向に歩いてたんですよ。なんかでも方向がさ、なんかあのね、なんていうと表記みたいな、うん、そう、道路表記みたいなやつがあって、なんかこっちに行くとなんかその代々木なんかこう公園の方に行きますよみたいな、うん、とか明治神宮行きますよみたいな、あるそのさ、指差しの通りにさ行って、そう、明治神宮の方までとりあえずこっちだと思って行ったのね。でそこまではまだ良かったとしよう、うん、でそしたら良かったよね。でも全然何も見えてこないねみたいになって、うん、でもなんか地図使ってるの、マップ。そう、その後地図使ったけどなんか上手になんか、あ、マップがそもそもバカだったんだよね。そう、バカだったんだよ。でバカになってついていっちゃって私たちが。で、まあ、で繋がってんじゃねえかとか。そうそうそう。で、まあ、どうにかなるっしょって歩き寄って、たらなんか、うん、リサが、ね、あの建物絶対原宿だよ、見たことあるとか言って、なんか建物が、ね、渋谷とか原宿で見たことあるとか言って、あっちだとか言って行くんですよ、うん、まあ行くじゃないですか。だから、うん、すごいなんかまあ自信満々だし、見たことあるんだったらまあいいかなと思って、まあついて行って、うん、ね、なんかして地図もう一回開いてやったら、うん、どう見ても真逆の方向に進んでるんですよ。これは絶対地図のが合ってると思って、うん、リサストップって言って、うん、これ絶対逆だよって言って、でちょっと真逆の方向に次歩いてみたら合っとって、うん、そっからもうリサの言うことは一個も聞かずに地図に頼っていきました、うん、そう、もう本当にマジで自信満々なの。めっちゃもう見たことあったもん、あれは何だったんだろうなって思うよ、うん、だって真逆だったでしょ、うん、原宿と、うん、ね、グリ、やっぱ地図は天才なんだよ。地図に謝ろう、うん、ごめんね。え、地図バカだったよ。あのほら最初バカだったもん。リサ最初より、最初に、まあ、ね、ユーザーの時とさ、なんか寒いとやっぱな、人間もおかしくなるじゃん。だから寒いと携帯もバグるっていうと、多分寒かったからさ、その日は若干。じゃあリサもバグったのかな。そう、共にバグって、多分アンナもバグったよね。うん、アンナは正しかった。アンナが一番正しかった。アンナが原宿まで連れてってあげたでしょ。なんかね、途中でも見たことあるような景色に巡ったけど、うん、違ったね。この前ここ撮影で来たくないとか言い出したよね。本当にほんまにさ、マジで見たことあったもん。なんかちょっと似てるだけでさ、絶対来たことある宣言するさ。それもさ、そのくせやめた方がいいと思うよ。でもさ、その家がめっちゃ映えてたんだよ。私たちが撮影した時は映えでやるじゃん。人の家を映えに勝手にしないでもらっていい。何にもかんでもインスタグラマーのね、もう手柄にしようとするのやめて。だってさ撮影の時いつもさ可愛いとこで行くじゃん。それはそうだけどさ、人の家はさ肖像権みたいなやつがあるからさ、やめて。可愛かった可愛かった、めっちゃなんかこんな家あるんだって。でもなんか2人でこの家住みたいねって言っとったような、うん、本当に綺麗、なんか美しい感じでした。なんか白が多めなのがすごい良かったかな、うんうん、って感じよ。こういう感じよ。絶対所蔵権違うから、人じゃないから。なんか物だから、いいよ何でもいい。まあね、撮影はスタジオだからね、あれはね、うん、中ですからね。中外中、やっぱアリサだわ。だってありがとう、そんなこと言ってくれるのみんなだけだよ、うん、みんなだけありがとう。世の人あんま言わない。いや世の人だけどねこれ。やばい、リサ本当に変なこと言う。ね、ここがじゃあ世の人じゃなかったら何の人なん。え、なんかこの方たち、うん、うちの人。あー、そうだ、うん、だってみんなうちだって、イエーイ。うちの人、うちの人か、もう本当に素敵な言葉言うよ、うん、なんて言うと、まあ、ファミリーみたいな。急にどうした。素敵素敵。自分でそれ言ってた。素敵。自分でそれ言ったら素敵が半減されるからダメ。アンが言うやつそれ。え、違うよ。なんで自分で素敵素敵って。あんなもうペットじゃん。は？待って待って。話がつながらすぎて。話が。コラボを食べるって感じ。食べないで。あんなのコアラ。あんなのコアラのアーチ食べたい。いつもこれ言ってくるんですよ。めっちゃ口癖でさ、それ。ほんとさ、あんの顔見た瞬間さ、あんなのコアラのアーチ食べたいっていうよね。本当に食べたくなるんだよ。マジどこって感じなんだけど。
やめていただきたい。ダメだよそんな言っちゃ。なんなんて感じ。ダメだよマジ言っちゃう。何。本当に。ダメだよそれってさ。てかさ今までさ隣で歩いとったじゃん、うん、よく普通にリサの隣に歩くじゃんか、うん、二人でどっか行ったり、うん、アンのことペットだと思って連れ回し連れ回そう。違うよそんなことない。そうやってアンナのことペットだと思っとったん。みんな思ってたよ絶対に。そうでしょ。やばくない。みんな思ってたんだよ。キャラじゃない。そうでしょ。それはまさかそんなさ。なんだってやば。まあアンも思ってたよ。あなたのことをね人間だとは思っていない。人間だよ、うん、リサは人間だよ絶対に、うん、どう見ても人間。私がまあペットならあなたはカマキリ。最悪じゃん。何がいい。クワガタがいい。やだ。何がいい。じゃあ蝶々にしてあげるよ。最悪じゃん。飛んでくじゃん。飛んでっぽい。飛んでそうじゃん君。羽つけてあげる。どこでも飛ぶじゃんか。羽つけただけ感謝して。でも空を飛べるってことはさ、そうだよ、すごい素敵だと思う。そうだよ。 IC カードいらずにさ、やばいやばいやばい。プログラミングいらない。そう、プログラミングいらないんだよ。そんなことあるか。そうだからやっぱあなたを蝶々として私は見るね今から。幸せじゃん。あなたが私のことをペットとして見るなら私はあなたのことを蝶々として見ます。蝶々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 。私歌えんのよ。もうな菜の葉に止まれ、うん、この曲は歌っていいんかな。同様え、てかもういいんだよ。いやダメだから。カラオケ始まってるから。そういう問題ちゃうねん。え、いいと思います。はい、大丈夫です。本当は今でもさっきも聞いてたんだよね。そばにいてほしいよだけど君は引き止められない。見つめ合うほどに切なくなるんだ。だった。ちゃちゃバンされないんだよ。されないよバン。いやそれはあんだけよ。されは。思い出がじわるで。でで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 。歌う？でで、うん。カラオケする？ね、やだ恥ずかしい。じゃあアンナ歌ってリサもう干渉しちゃう。はい、あれさコールするよ。ほら超絶可愛いせーのアンナってやってるね。じゃあ二人でさ、なんか二人で歌おうよ。あ確かに。あれやだ恥ずかしい。二人で歌うならいいじゃん。恥ずかしいない。待って。何。いやないの。あれイヤホンあっちこっちだ。なんとかじわるディーズ。太陽を急がせろロマンスが始まる。